こんにちは、ゆいしもてやしチャンネルです。19回目のね、内容についてまあどうしようかなと思ってるんだけど、体のね、脂肪って実はね、全部こう均一についてるとは限らないんですよ。いろんなとこでいろんな形でいろんな分布をしています。それについてちょっとね、お話をしたいと思いますんで、参考にしてください。どうぞ。こんにちは、ゆりしずもてやしチャンネル院長の林でございます。本日のテーマはこちら、脂肪の、体の部位別の分布でございます。脂肪の体部位別分布ということになりますが、どんなことかっていうとね、皆さん実は先ほど18回目でお話した通り、内臓脂肪と皮下脂肪があるってお話ししましたね。今回に関しては実は皮下脂肪の件についてです。ですが内臓脂肪はもうご存知の内臓にしかついてません。ですのでちょっとこれははしょり、まあここで終わりにしますけども、皮下脂肪については実はだいぶいろんな分布が違ってきてるの分かりました。よく皆さん病院で、まあ病院でやんないかな、こういうクワガタみたいなね、なんかこういうのがあるのよ。で、これでね、肌をね、ビュッとこう、掴むとね、そうすると、脂肪が何センチですねとかってこう、測れる機械があるの。でね、僕たちも含めて、それが脂肪圧だと信じてたわけ。で、他にも、実はこういう機械があって、パッと当てるだけで、何センチとか何ミリって言って脂肪が出てくる。赤外線のそういうセンサーがあるんだけど、それでやるとね、出てくると思ったの。でも最初に不思議だなと思ったのは、こいつのデータと、こういう挟むデータが、ずれてるとこがいっぱいあるのよ。もっと面白いこと言うとね、こういうところで測るとさ、当たり前で指の厚み以上出るはずないのに、赤外線当てるとさ、10ミリとか出てくると、俺これ全部脂肪かよって話になっちゃうんだけど、こんなこともあって、どうもこれおかしいよねって話になったわけ。で、おかしいから、じゃあどうしたらいいかっていうことで、いろいろとこう突き詰めていったら、最終的に分かったことがあって、それは何かっていうと、実は脂肪細胞っていうのは、厚みがね、みんな違って、このクワガタみたいなやつも、それから赤外線で測るやつもみんなね、間違いだったってことです。まあこんなこと言うと多分お医者さんに怒られちゃうかもしれないけど、でもこれ事実です。で、私たちは実は、太ももとか背中とかお腹とかっていういろんな皮下脂肪、二の腕とかを、うちの来てくれるお客様、だいぶの数の方、実はちゃんとした内科の病院に行っていただきまして、僕立ち会いで実際にそこの院長先生にですね、ちゃんとエコーで、超音波で実際に測ってみました。かなり精密なもので測ってますので、皮膚もあれば内臓、脂肪も皮下脂肪もあって、筋膜も見えて筋繊維も見えて血流も確認してっていう、かなりしっかりちゃんと見てます。その確認の上で話をしますと、その数字を取ってきたデータ何一つ合ってませんでした。私たちはびっくりしました。場所が違うからじゃないかっていろいろ測ったり方向を変えたりしました。押したり引いたりしてみました。でも全く違います。つまりは当てにならないんです。つまんだとか、それからちょっとなんかしたぐらいではそれは正確に出てきません。なんていうのかな、大変な話はしてるかもしれないんだけど、皆さんに覚えてほしいのは、つまり、これ私脂肪こんなにあるって思わないでくださいということなんです。意外とこれしかない時があります。私のお客様で背中こんなにつかめるおばちゃんがいましてね、で実際に病院連れてって測ってみたら5ミリしか脂肪細胞なかったの、脂肪圧が。じゃあ私のこれ何なのよっていう話になっちゃったわけ。実際にそういう人いっぱいいらっしゃるのよ。だけどそれで測ってみたら、やっぱり筋膜も筋繊維も血流も確認できてるんですよ。つまり筋肉の入れること、力を入れたりすることができないけども、それって分類上筋肉なの。だからその院長先生も含めて、これってなんだろうねって本当に僕ら不思議に思っちゃう。だけど実際に僕もそうだけど、解剖をやった時に分かるんだけど、筋繊維の中に脂肪っていたりとかいなかったりとかいろいろあって、必ずしも脂肪って、なんて言うんだろうな、牛さんで言うと脂肪が厚みのようにこうベタっとこう牛脂のようにあるようなとこって、実は人間ってこのおへそ周りと、それからね、太ももぐらいにしかないんです。
大抵の人は。よっぽど大きい人は別ですよ。だけど他の人はみんなね、5ミリとか8ミリとかで 1.1 センチぐらいの脂肪の層はなんとなくこうあるんだけど、その僕らが掴んでこんなになんていうような、もう2センチも3センチもあるような脂肪って実はなくって、ほとんどそのちょっと柔らかくなった皮膚で、皮膚というか皮膚層っていうのかな、であったりとか、それからちょっとこう霜降りっぽくなってたりとかしてるんじゃないかなっていうお話なの。だから、これから皆さんがお痩せになりたいときは筋肉一生懸命鍛えるとか、その食べ物を制限するとかっていうことはありなんだけど、さっき前にも言った腎臓を強くしたいとかっていうこともありなんだけど、でも自分の中で思ってほしい認識の中で、掴んだものが全部脂肪だ、全部こいつらが悪いんだじゃないってこと、つまりアプローチの仕方を変えなさいってこと。各部位によって原因があって、その症状に対して正しくアプローチしていかなかったら、闇雲に運動してもダメだし、しなきゃいけないのにしなかったらそれも意味がないしってことで、いろんな部位ごとに分けたいと思います。ですので、20回目の部分は、次回は、部分痩せの極意についてちょっとご説明をしたいと思いますので、今日のセミナーはここまででございます。ありがとうございました。